の子はおらんの。高校生として中3の高校生0対0やかもあるやん。ホウキもあるんかな。Yes.
かもね。見に来られたんですか。私分からなくて。あ、本当ですか。あ、私携帯見てなかった。いつも全然違うところに泊まっても駐車場止めさせて歩いてきましたもん、ね。よく岐阜までお疲れ様です。ねえ、すごい頑張ってますね。雪積もってますよ。うん、本当ですか。はあ、やっぱり寒いんだ。船じゃないですよね。はい、船じゃないですよね。ね、新幹線で、でもですね、新大阪乗り継ぎで、3時間40分ぐらいで。そうなんですね。え、新大阪で乗り継いで、はい、じゃあ新大阪から1時間1時間ぐらい、ね、ちょうど1時間ぐらい、で着くんですね。で、鹿島というところで降りてすぐのアパホテル東京だから、だから意外と楽だったんです。行くことがないけどどうやって行くんだろうって感じですよ。意外とね、行けあれですね。そうね、でしょ。そうそう。でも体力的にも本当ね。鹿児島ですらきついのに。ねえ。ねえ。俊吾くんとあの3年生でメンバーに入ってた、はいはい、が出てるって言うけど、ちょっとまだ見つけられてなくて、出るよって聞いてたみたいで。バック一時期あの鼻を骨折してここをつけてた、はいはいはい、分かんない、出てないのかな。堀さんが息は行くって言ってたから、ぜひやろうってな。こっちがいいや。変に行きゃいって支払いだけ回ってきた。結構歩きますよね、あそこも。入って出るまで。高校生としてたんですよ、この子たち。九三の高校で。あ、そうなの。うん。で、0対0やったって言って。新大学生なんでしょうね。松永さんの奥さんから甲子園に来たくないって LINE が来て、いや来たいけど平日は仕事でね、休めないです、ね、台湾の話で、ちょっと、もう行けないんですよ平日はって言って、で、あの
そう。とかお父さんがでく、ね、車運転していこうかなって言ってる、タケルのお父さんがって、運転していこうかなって言ってるけどっていう、ね、平日はね、準決勝なら日曜日だし、行こうかな。それまで。勝つね、なんか強そう。何が起きるか、野球は本当何が起きるか分からない。神宮大会でも頑張ってたし、行くんじゃないかな。Q さんも T シャツに宮内名前入れても書いてあります。あのベンチにおる人たち名前が入ってる。あの東のあれみたいに一年生みたいに名前覚えてもらわないかんからですよね。ね、小川くんと栗原くんね、いますよね。あ、ここにはいない。連れてってもらえんよ。第一弾は土曜日から行くんでしょ、鹿児島。ああ。鹿児島そうですね。ね、土曜日ね。あんたは
行けるんかって聞く。どっちで行くんか。去年も3人一等券って。でも行けるとは分からんやんって。ヒヤヒヤ。卒業式が遅いんですね。副大の昨日かなんか卒業式、うん、高校の方が早いんですね。早いんですよね。付き合ったもんね。そう、4000何百人での副大すごいですね。ちょっとはぁーと思って。2番目の娘が卒業して、はい、あ、本当ですか。卒業してすぐ髪染めて、あって何って言われてしまった。面白いです。初めてだとやっぱそうかもですね。あ、自分で見つけてきたんですか。うん、最近スマホでもう履歴書を書けるようになってるんですよ。何でももうスマホで済ますようになってるんですよ。そうそう、もう今時全部、うん、もう紙がいらなくなったよ。アルバイト情報のコーディネートのページだったですよね。カマンで済むようにあれで。
しし。やばい。杉森くん、あら、腰を据えてるかな。ねえ、でしょうね。中学校のところに行ってきました。